僕は今蘇我駅に来ています。本日はここ蘇我駅から内房線、外房線を乗り継いで房総半島を一周していきたいと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。それではまず今回利用する乗車券を紹介していきます。今回利用していくのは蘇我から鎌取駅まで190円の乗車券です。こちらで今回は房総半島を一周していこうと思います。一見すると不正乗車のように見えますが、これは何の不正でもない正当な乗り方です。このからくりについては後ほど解説していきます。蘇我駅から最初に乗車をするのは8時50分発内房線快速の君津行きです。まもなく5番線に内房線回り快速君津行きが参ります。現在乗車している E235 系1000番台は2021年に製造された編成らしいので、車内はとてもピカピカでしたね。ドア上には LCD とあとは広告が表示されるモニターがついています。映像ではなかなかわかりにくいですが、このモニターはかなり大きいです。さてそれでは皆さんも気になっているであろう、なぜ房総半島を一周するのに蘇我から鎌取駅まで190円の初乗り切符で乗車ができてしまうのかということについて解説をしていきます。通常 JR を利用するには実際に乗車をする経路で乗車券を買わなくてはいけませんが、ご覧の東京近郊区間、その他全国5つの大都市近郊区間と呼ばれる区間では、実際の乗車する経路に関わらず最短経路で運賃を計算できるという特例があります。この特例を活用することで、実際は蘇我から鎌取駅まで房総半島をぐるっと一周しているのにもかかわらず、運賃計算上は蘇我駅から鎌取駅まで一駅だけ乗車をしたという扱いにできるのです。五井駅に到着です。当駅は小湊鉄道線との乗り換え駅になっています。小湊鉄道線のホームには蒸気機関車や見るからに古そうな車両が止まっています。あの古そうな電車については定期列車で使用されている今でもバリバリ最前線の車両です。小湊鉄道のあの古い車両とこちら内房線の最新型車両 E235 系を比べるととてもギャップを感じます。内房線は東京方面からの15両編成の普通列車が直通している区間、蘇我駅から君津駅までは複線になっています。袖ヶ浦駅を出発してしばらくすると列車は東京湾アクアラインとオーバークロスをします。この東京湾アクアラインを使えば多分30分から40分ほどで神奈川県の川崎側へと抜けることができます。この千葉県の内房地区から東京都心への移動というのはバスがかなり有利で、鉄道はだんだんと縮小傾向にあります。そして内房線快速の唯一の通過駅、岩根駅を通過です。木更津駅が近づいてくると進行方向左側より単線の線路が合流をしてきます。これは久留里線の線路で、久留里線は間もなく停車をする木更津駅から千葉県の内陸部上総亀山駅までを結んでいます。9時29分、終点の君津駅に到着です。ここから先も引き続き内房線を利用して南下を続けていきます。次乗車していくのは向かい側のホーム2番線に停車をしている9時31分発普通列車の立山行きです。
11両編成から4両編成の電車への乗り換えで、しかも僕は一番先頭の車両に乗っていたので、歩く距離がかなり長かったです。次乗車する立山行きは、房総地区からはだんだんと数を減らしている209系でした。現在乗車している209系の一部車両にはボックス席がついています。209系のボックス席には東北地区の E721 系のようにドリンクホルダーがついているというのが特徴です。内房線は君津駅から先は海のそばを走る区間も多いということで、ボックス席からは綺麗な景色を眺めたいところですが、残念ながらこの209系というのは窓がかなり汚いんですよね。ご覧のように車窓はかなり曇って見えます。大貫駅では反対列車との降下のため少々停車、反対の木更津方面の列車は房総地区の今後の顔となっていくであろう E131 系です。先代の209系は4両で1編成ですが、新型車両である E131 系は2両で1編成になっています。なので209系と比べると結構車内の混雑率は増加したイメージがあります。ただし最大2両編成を3つ増結させて6両編成で運転することもできるので、混雑状況に応じて柔軟に運用を変えられるというのが一つのメリットでもあります。 E131 系ではワンマン運転が可能な車外カメラがついているので、基本的に車掌は乗務しません。車体のカラーリングは水色と黄色になっていて、とても房総地区の海のイメージにぴったりなカラーリングで爽やかですよね。よく鉄道車両のカラーリングは食べ物に例えられることが多いですが、 E131 系のカラーリングはクリームソーダに見えます。東京湾の向こうには陸地が見えます。この陸地は多分神奈川県の久里浜あたりだと思います。撮影日は雨が降っていたのでちょっと見えづらいですが、これがもし晴れていたらより綺麗に見えたんでしょうね。次はぜひ晴れている時に房総半島を一周してみたいと思いました。この東京湾沿いの区間には豪華な家が何軒か建っていたんですよね。もしかしたらこの付近というのは別荘地としても結構有名なのかもしれません。あとはよく沿岸部にありそうな海鮮丼屋さんとかですかね、これは。そのような建物などもあって観光地らしい風景を見ることができます。列車は浜金谷駅に到着です。当駅は何の変哲もない小さな田舎の無人駅に見えますが、浜金谷駅から徒歩5分ほどの場所にある金谷港からは久里浜まで東京湾を横断する東京湾フェリーが就航しています。金谷港から久里浜港までの所要時間は40分なのに対して、鉄道を利用すると浜金谷駅から久里浜駅まで3時間半ほどかかります。鉄道がいかに遠回りをしているのかというのがよくわかります。君津駅の時点では車内にはそこそこ乗客がいましたが、南下していくにつれどんどんと乗客の数は少なくなっていきます。確かにこの乗車率だと E131 系の2両編成でも十分輸送力が足りてしまうのかもしれません。列車は阿波勝山駅に到着です。当駅は一見すると一面二線の島式ホームに見えますが、現在乗車している一番線の反対側のホームには柵があって、
線路も剥がされており、列車が発着することはできません。もともと線路が敷かれていたであろう場所には、階段とスロープが設置しています。一面二線の駅だと跨線橋を渡らなきゃいけないので、列車の本数が少なくなった現在の内房線では、このように線路を一本廃止してスロープを設置した方が利用者にとったらとてもありがたいと思います。2番線側の線路はすでに剥がされていますが、枕木に関しては現在でも残っています。房総半島の南側に行くにつれて、阿波勝山駅のようなもともと一面二線で対比可能な駅だったのが、一本の線路が剥がされて一面一線のホームに改造されているという駅をよく見ることができます。さて、房総地区を走る車両の路線図というのは結構特徴的で、首都圏を走っている車両だと山手線が路線図の中心に来ていますが、房総地区を走る列車の路線図を見てみると内房線、外房線が中心に来ています。列車は間もなく終点の立山駅に到着です。立山駅の北側には大きな留置線があります。留置線にはちょうど5両編成の E257 系が止まっていますね。内房線は平日は特急列車は1本も走っていませんが、土休日は1日1往復立山駅まで新宿さざ波号が運行されています。さて、立山駅の駅舎はご覧のように洋風な造りでかなり立派です。駅前にはヤシの木があって、なんだか南国感が漂っています。立山駅では向かい側のホームに当駅始発の木更津行きの列車が停車をしていました。この209系もかなりドア部分が汚れています。房総地区で現在活躍している209系というのは、もともと京浜東北線で活躍していた車両なんです。房総地区からは徐々に209系が引退をして、新型車両である E131 系への置き換えが進んでいます。房総地区で使われなくなった209系は伊豆急行線へ譲渡され、今年の4月からは伊豆急行線でこの209系が運行が開始される予定です。ちなみに僕が現在行っている乗車方法では、途中改札口を出ることはできないので、そこだけは注意が必要です。立山駅から乗車をしていくのは普通列車の上総一ノ宮行きです。使用車両は最新型車両である E131 系。僕は何気にこの房総地区の E131 系0番台に乗るのは初めてです。209系時代は阿波鴨川駅で系統分離が行われていましたが、 E131 系がデビューしてから内房線と外房線の境界駅である阿波鴨川駅を越えて、最長木更津駅から上総一ノ宮駅まで直通運転が行われるようになりました。こちらの E131 系は今回2両編成の運転ということで、立山駅まで乗車をした209系と比べると車内はそこそこの混雑率になっていました。ということで10時37分立山駅を出発です。ここからは進路を東に変え、東京湾沿いから太平洋側沿いへと房総半島を横断していきます。この電車は外房線直通上総一ノ宮駅ワンマンカーです。E131 系には同駅に LCD が設置されました。この LCD は全てのドア上についているのではなくて千鳥配置になっています。そしてこの E131 系0番台は千葉県の沿岸部を走るということで、全てのドア上に緊急時の、おそらく地震が発生した時と思われる避難方法のステッカーが貼ってありました。そして最後尾の車両にはご覧のようにオレンジ色の、これはちょっとわかりませんが、あとははしごがあります。2両につき1つずつバリアフリー対応の大型のトイレが設置してあります。
トイレに関しては特に変わったことはなくて、まあ普通の電車のトイレだなといった感じです。列車は千倉駅に到着です。当駅からは太平洋側沿いを走行していきます。千倉駅には現在この区間を走る特急列車はありませんが、特急用の乗車口案内がありました。ドアが閉まります、ご注意ください。恵美駅に到着です。恵美駅は日本で唯一の特徴を持っていて、なんと駅と郵便局が合体しています。恵美駅は駅としての役割もありますし、郵便局としての役割があります。当駅では反対立山方面の列車と交換を行いました。反対の列車は2両編成を2つ連結をさせた4両編成ですね。11時19分、阿波鴨川駅に到着です。蘇我駅から乗車をしてきた内房線も当駅が終点。阿波鴨川駅からは赤色のラインカラーである外房線に直通をしていきます。列車は間もなく滑川アイランド駅に到着します。近くに遊園地でもありそうな駅名ですが、駅が近づいてきても山ばかりです。駅名の印象とは打って変わってかなり閑散としているこの滑川アイランド駅ですが、駅の案内を見てみると滑川アイランド東方200メートルと書いてあります。その上にちょっと剥がれかけてありますが、テープで塞がれているようにね、この駅名の由来ともなった滑川アイランドというのは2001年に閉園となっています。なので現在は駅名だけが残り、周りは閑散としていて少しゴーストタウンのような雰囲気が味わえます。滑川アイランド駅を出発して進行方向を右側を見ているとトンネルが見えます。このトンネルの先にかつての滑川アイランドがあったようです。内房線は東京湾アクアラインの開業により鉄道の利用客が徐々に減少していて、特急列車は平日は一本もなく、土休日に1往復のみですが、外房線に関しては現在でも1日6往復ほど特急列車の運行がされています。当駅は上総興津駅です。興津駅というのは東海道線の静岡にもあります。 JR には基本的に全く同じ読み方漢字の駅というのはなくて、漢字読み方が同じな駅には駅名の前に旧国名をつけるというのがお決まりになっています。別の列車の到着を待ちまして発車いたします。発車までしばらくお待ちください。大原駅に到着です。立山駅ではワンマンのところが内房線カラーの青色でしたが、外房線に入ると外房線カラーの赤色に変更されます。 E131系は左側にワンマンと大きく書いてあって、その右側に行き先、そしてその下黄色い文字で次の停車駅と路線を表すという、首都圏の JR の車両とはまた違った側面 LED の表示方法です。大原駅からはいすみ鉄道線が分岐をしています。いすみ鉄道線はここ大原駅から上総中野駅までを結んでおり、上総中野駅からは五井駅で分岐をした小湊鉄道線と接続をして、2つの鉄道を乗り継ぐことによって房総半島を横断することができます。
いすみ鉄道はもともと1930年に国鉄の木原線として開業した路線です。1987年には JR 東日本に移行されましたが、わずか1年後、1988年に JR の木原線は廃止され、いすみ鉄道となりました。さて、先頭車の乗務員室をもう少し観察してみようと思います。乗務員室の右側には折りたたみ式の椅子のようなものが設置されています。この椅子の柄、よく見てみると東北地方で活躍している E721 系のモケットと同じような気がします。そしてその前にはタブレットを収納する器具と、そして充電器、イヤホンを接続するケーブルがあります。外房線の千葉上総石宮間、トラミ長者町間と御宿勝浦間というのは複線区間になっています。外房線はかつて千葉駅から勝浦駅までを複線とする予定でしたが、赤字が続き JR 東日本としては千葉駅から上総石宮間までの複線に留めていたようです。ただし、トラミ長者町間と御宿勝浦間に関しては沿線自治体から複線にしてほしいと要望があったようで、資金を一部自治体に負担をしてもらうような形で複線となったようです。トラミ駅ではご覧のように駅のホームに向けてかかしが立ってました。これもし夜にこの駅に降りて見たら飛び跳ねて驚くでしょうね。立山駅を出発して1時間53分、12時30分に終点の上総一ノ宮駅に到着です。乗ってきた列車は折り返しの阿波鴨川経由の木更津行きになります。上総一ノ宮駅から木更津駅に行く場合は、この直通列車に乗るよりも乗り換えが1回必要にはなってしまいますが、蘇我経由で行った方がだいたい時間的には半分ぐらいで行くことができます。上総一ノ宮駅から乗車をしていくのは京葉線でおなじみの E233 系5000番台です。ここまで乗ってきた E131 系と比べると両数が5倍になります。車内に入って路線案内図を見てみると、こちらは首都圏タイプの山手線が中心になっています。12時39分、上総一ノ宮駅を出発です。こちらが房総半島一周旅最後の乗車列車となります。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は京葉線直通、快速、東京行きです。上総一ノ宮駅発車時点で、僕が乗車している1号車に乗客は一人もいませんでした。僕だけの貸し切り状態です。大網駅に到着です。当駅は東金線との乗り換え駅となっています。大網駅は木更津駅寄りとなる JR 線同士の乗り換え可能駅です。そしてここら辺からは結構観光客の方というよりは沿線住民の方の乗車というのが増えてきました。
本田駅に到着です。京葉線には通勤快速という新木場蘇我間ノンストップのとてもすごい種別があるんですけれども、その通勤快速の勝浦鳴門行きの列車はここ本田駅で切り離しを行います。 E233 系5000番台の連結切り離しが見られる珍しい駅です。13時12分、上総一ノ宮駅を出発してから33分、お隣、蘇我駅を出発してから4時間と22分で目的地である蒲取駅に到着しました。蒲取駅の一つお隣の駅は蘇我駅。この一駅を房総半島を一周ぐるっと半時計回りに回って4時間22分かけてきました。最後はここまで乗車をしてきた東京行きを見送っていきましょう。それでは蒲取駅を出場していきます。この際切符を自動改札に入れてもいいんですけれども、今回のように長時間改札内に入ったままだと不正乗車防止のために自動改札機が閉まってしまうことがあるので、有人改札に切符を提出することが確実です。今回僕は乗車券を記念に持って帰りたかったので駅員に申し出て無効印をもらいました。すいません、無効印お願いします。はい、はい、ありがとうございます。このように切符に無効というハンコを押してもらうことで持って帰ることができます。というわけで今回は190円の初乗り切符で房総半島を一周してみたという動画でした。この特例を利用した大回り乗車というのは大都市近郊区間内だったらどのようなルートでも可能なので、興味のある方はぜひ挑戦してみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。